こんばんは、アワープラネット TV の白石はじめです。東日本大震災、そして福島第一原発事故から間もなく2年になります。こうした中、徐々にこの津波被害ですとか原発事故のさまざまな影響に対する風化が進んでいるなというふうに感じまして、アワープラネット TV では今月から定期的に福島からですね、福島の声と題してライブ番組を配信したいというふうに思っています。よろしくお願いいたします。今回はですね、第1回ということで、私たちがこれまで繰り返し取材をさせていただいてきました、渡りの子どもたちを守る会西武渡りキッズの、菅野義弘さんをゲストにお迎えして、お伝えしたいと思います。菅野さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、今回から定期的に伝えたいなというふうに思っているんですけれども、ちょっと菅野さんのお話を聞く前にここ のスペースの紹介をしたいというふうに思っているんですけれども、ここのですねスペースはジャニックというですね、国際開発協力関係の NGO が、いわゆるこうたくさんの協力し合ってですね、アドボカシーって言って分かるかな、政策提言などを進めたりキャンペーンをしている、広報的なことを活動しているジャニックという団体がですね、福島に拠点を置きまして、今このスペースというのはみんながこうシェアをしてですね、さまざまな福島支援をされている団体が使っている福島 NGO 共同スペースという場所からお送りしています。でこの場所は本当に駅の目の前にもう徒歩1分というようなとっても便利な場所にあるんですけれども、ここはもともとはなんかいわくつきのビルだというふうに菅野さんにさっき教えていただいたんですけれども、実はこのビルは以前消費者金融さんがたくさん入っていた、ちょっと言い方悪いですけども、サラ金ビルという通称もあったようなビルにはなります。とっても便利な、場所なんですけどもで、今は1階と2階に、飲食店が入ってますけれども、そこの3階に驚くべきこのなんか立派なスペースがあって、さまざまな NPO の NGO の団体、福島の支援をされている方々がここで活動されていて、私たちはこの場所を使って明日は映像のワークショップをしようというふうに思ってるんですけれどもね、本当にここに来るといろんなさまざまな情報を得られるフライヤーやリーフレットがあって、とっても便利な場所なんですけれども、私たちもここのスペースをですね、一部シェアさせていただいて、定期的にこの番組をお伝えしていきたいというふうに思っています。で改めましてよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、菅野さんはですね、2011年の春5月でしょうか、から西武渡りキッズということで活動されていらっしゃっていますけれども、渡りといってもまだ私たちアワープラン TV を普段よく見てくださっている方はお分かりかと思うんですけれども、どういった場所かっていうのを改めて教えていただきたいと思うんですけれども。そうですね、震災以前の、渡りからちょっとお話ししなくてはいけないかと思うんですけども、渡り地区という、小さなエリアなんですが、僕はもともとその、非常にその市街地に非常に近くで、便利もいいことから住宅地として非常に人気の高いエリアだった場所なんですね。なんかちょっと人気のエリアというかね、っていうのは皆さんに聞くんですけれども、正直公務員さんの感謝があったりして、非常に教育熱心な方も多く、小中学校の学力レベルも高いことから、そういった兼ね合いもあって人気が非常に高かったと。ただ震災以降、当然皆様ご存知の通り状況は一変しまして、違う意味で有名になってしまったという形の場所になりますね。これは今発売中のビッグコミックスピリッツで、私は普段こういった漫画を買わないんですけれども、この中のおいしん坊という、漫画は皆さんご存知だと思うんですけれども、その中でね、渡りが出てきて、先ほど菅野さんはまだご覧になってなかったということで、ちょっとご覧になってで、これはリアルだなというふうにおっしゃってましたけれども、漫画に描かれている通りに福島県、かなり広いですけれども、その中でも、若干他の地域よりは線量高めの場所にあって、そして
まあ、この地域最初からまあ高いということではいろんなメディアでも紹介されてきましたけれども、はい、2011年のまあ9月10月と特定避難勧奨地点のまあ詳細調査まで行われたけれども指定されなかったというエリアになるわけですよね。はい、まあ、菅野さんはこの間も2年そうですね、もうじき2年ですね、2年になりますよね、はい、この、まあ、渡りの子どもたちを守る会っていうのを活動をスタートさせてきたわけですけども、はい、一番最初は、まあ、そもそもどうしてこの活動を始めたんですか。この活動の始めたきっかけっていうのは一番最初に5月の時点で、福島市主催の、まあ、住民説明会が行われたんですけども、まあ、その中でこの保守性問題についてっていうことになるんですが、まあ、行政側の対応というのは、まあ、今全国の皆様ご存知かもしれませんけども、まあ、明確の回答がなくで危険性についても明確な回答がない状況ですね。で我々の問いに対しても、まあ、のらりくらりとかわすというスタンスの説明会であったんですけども失礼しました失礼しました。その中で私含めて、まあ、5人の、まあ、一般の、まあ、お父さんお母さんですね、まあまあ、このままじゃ子どもたちが大変なことになってしまうと、で、まあ、なんとかできないものかということで、じゃ一度集まりましょうという形で集まったのが今の子どもたちを守る会の発足のきっかけにはなるんですけども、うん、まあ、で最初にやろうと思ったことっていうのはまず自分たちの周り渡り地区ですね、今どういった状況に置かれているかということを調べることから始めました。で当時そうですね、5月6月7月の時点ですけども、まだ放射線の線量計というものが非常に入手しづらい困難な時期だったんですけども、うん、なんとか7台の機械を集めまして、で我々で線量を測定したんですね。でその線量を測定した中で、まあ、本当に皆さん周知の通り驚くべき、まあ、放射線の量が確認されてしまったと。でそれをなんとか子どもたちに知らせなくちゃいけない、うん、というところが、まあ、大きなスタートという形になるかとは思います、ね。ちょっと今手元に、ね、用意してくればよかったのに用意してないんですけれども子どもたちに知らせるためにその数字が難しく入っているような地図ではなくて、とっても分かりやすいその色で表した地図を皆さんで作られたんですよね。そうですね。でやはり色分けすることによって、まあ、子どもたちが見てもこの辺ちょっと危ないよということがすぐ分かるので、ちょっと見やすいようには作りました、うん。まあ、通学路などでもやはりホットスポットと言われるような高いの場所があったりとか、あるいはやはりこう子どもたちって端っこを歩きますからね、側溝とかもやっぱり高いということで、まあ、皆さんとっても、まあ、心配な中でどうにか、まあ、子どもたちを守ろうということで活動されてきたというふうに思うんですけれども、その地図のところから、まあ、その後いろんな活動されているかと思うんですけど、どういうような、はい、そのこの後の歩みっていう形になるんでしょうか。そうですね、まあ、その地図をまず作りまして、でそれをいかに子どもたちに周知するかというところにまず注力したんですけども、当然当初学校の方に、まあ、渡り小学校と中学校に持ち込みまして、でこれを配布してほしいというお願いをしたんですね。ただあまりにも当時の、まあ、高橋校長という校長先生が小学校の校長先生だったんですけども、あまりにも驚くべき数字だったため、学校サイドの判断でもこれ配布することができないと。うーん、で PTA さんなんかにもお願いしたんですけども、まあ、実質それかなわないと。でそのために我々はその、まあ、いかにしてそれを知らせるかという形で、まあ、ポスティングをしたり、まあ、知人を通じて配布するっていうことをやってきたんですね、うん。ただそれでも全域にそれを周知することは叶いませんでした、うん。でまあ、その後その、まあ、その当時私は放射線の基準っていうものを知らない本当の素人だったわけですから、その100マイクロシーベルトあろうとも1マイクロシーベルトなのか、それがどういった基準なのか分からなかったんですね。ただいろいろこう調べる中でそれが非常に危険な値だと、でこれはすぐに避難をしなくちゃいけない基準なのだということに気がついたんです。うん、当時は大体、まあ、初期の頃というのはね、15日なんか本当に高かったかと思うんですけども、はい、もちろんその
ある程度3ヶ月あるいは半年経って徐々には要素もなくなり、それから134セシウム134も、多少はこう少なくなってくるという中でも、やっぱりこう私もですね、初めて行ったのは10月でかなり経ってからだったんですけれども、とても高いなというふうに思ったんですけれども、当時は大体なんか目安としては自分たちではどのぐらいだなっていう実感だったんでしょうか。そうですね、平均的な空間線量としては、2マイクロシーベルト前後ぐらいは、それ以上かなぐらいの感覚ですね、平均で見れば。たださっき白石さんもおっしゃった通り、子どもたちが特に近づく場所、本当端っことか、裏路地とかと子どもたちが通るような場所なんかに行ってみると、3マイクロシーベルトを平気で超えるような場所が、多数存在していたと。で、伊佐の周知の通りの速攻なんか測れば本当に100マイクロシーベルトなんかあちこちに存在していたという、もうこれはその時点で人間の住んでいい環境ではなかったと思います。その後、我々がその高い線量を確認して、で、一部その飯舘であったり、その双葉郡の方ですね、避難区域という指定がありましたけれども、それに近いものだと感じたものですから、当年のその10月に避難勧奨地点にしてほしいということを求めて、東京の方までみんなで出向いたという経緯もあります。そうですね、実際には当時活動されてたお仲間というか、西武渡りキッズのメンバーの当初の方々は引っ越しをされた方というのが多いわけですよね。そうですね、現実的に今初期のオリジナルメンバーと言ったらいいでしょうか、はい、5人いらした。はい、で残ってるのは私ともう一方だけですね、はい、であと3名の方は避難してます、はい、で後からその合流してくれた方々も、多くの方はもう避難しちゃってほとんどいないという状況ですね。その、仲間というかメンバーが一人二人と決断してこう避難をされていくわけですけど、そういう時菅野さん自身はどういう気持ちというか、家族含めてですね、今とどまってらっしゃるんですけれども、どういうような、なんていうかな、形で見送られているのかなというのをお聞きしたいんですけど。まずそうですね、見送る時に関しては出ることに対してよかったねとも思いますけども、やはりその一緒に戦ってくる仲間が一人減り二人減りというしていく中で、これからの不安っていうのかな、あと孤独感っていうんですかね、そういうものに苛まれていたっていうのも事実です。ただやはりその子どもの安全というのが一番なので、それはもう喜んで送り出すっていう形を取ってきてました、でその中でやっぱり私自身が今渡りに今でも留まってますけども、これは私自身真の問題で留まってるっていうのが事実で、私今年、今年か去年で45になるんですけども、その私が今どこかに避難をして、で再就職できたとしても、当然今の所得っていうのは取ることが 100% できないんですね。でいや、お金よりその子どもの安全だろって言われますけども、その今まで何不自由なくって言ったらおかしいですけども、そうやって子どもたちを育ててきて、それが県外に出て、で非常に不自由な生活を強いられるってなった場合、私は一家を支えているわけですから、その一家を支える責任ということから考えたらどうしていいか分からなかったんですね。生活を取るか本当に避難を取るかって随分悩みましたけども、結果論としては、週末避難にとどまってしまったということに過ぎないですよね。実際にね、避難勧奨地点とかそういった形で、公的な、保障というかいろんな支援を受けての、避難ができればね、皆さんいろんな決断ができたかと思うんですけど、最終的にはその政府の避難勧奨地点というのは、渡りのもちろん全体的な、
エリアはもちろんのこと、実際には基準であった3マイクロシーベルト以上のポイントがあったにもかかわらず、その場所すら指定されなかったという、まあ、ちょっと特異な歩みをしたのが、まあ、渡りとか、あるいは南高台といった、まあ、福島市の中だったんですけど、これについては菅野さんはどういうふうにご覧になってたんでしょうか。そうですね、渡りでも2カ所避難勧奨地点を超えた線量確認されてますけども、それがよくお寺さんだっていうことを僕聞いてるんですね。で、まあ、福島市側から回答を求めたところ、住民が指定をしなくていいということで指定しなかったって言ってますけども、そもそもそこに矛盾があるなと。避難勧奨地点っていうのは、まあ、国が指定しているその基準だと思うんですね。で、まずは避難勧奨地点の指定をした上で住民が避難をするしないということは選択する、まあ、そういう設計になってます ね、 そもそもは、はい。なのでなぜそこで指定がされないのかが、これはもうわからないですね、我々では。私自身は実際にお寺にもお話を聞きに行ってきたんですけども、はい、実際にお寺のご夫妻は避難勧奨地点ということ自体あまりきちんと説明を受けてないようで、まあ、除染させてくださいというふうに市と、それから現代本部、現地対策本部の方々、確か6、7人ぐらいでしょうかがやってきて、その2011年の9月だったというふうに言ってますけど、9月のですね、下旬にということで、そういう意味では避難勧奨地点にもともと指定しないとい う、 なんというかな、一つのこう流れは事前にというか、話し合いの中でできてたのかなという気はやっぱりしていて、他の地域に比べると非常にこうプロセスが不透明というか不自然、どこもいろんな問題抱えてるんですけれどもね、南相馬のように子どもや妊婦の基準があるところもあれば、伊達のようになるべくこうコミュニティ単位で避難をこう指定してもらおうというふうに、市長が取り組んだところもありますので、そういう意味では本当に渡りというところがぽっかりとそこから抜け落ちたなという感じはしますよね。そうですね、やはりまあ、今だからこそ思うことですけども、当時その何かのストーリーが出来上がってたんじゃないかと。で、我々もそうですが、我々以外の方々も、強く訴え続けてきたわけですが、全てそれは受理されてこなかったですよね。でもここはもう避難勧奨地点に最初からしませんよと、で除染でやっていくんですよというシナリオがもうできてたんだなとは今は感じてます。その除染なんですけども、去年の1月末に除染の説明会があって、で2月の下旬3月ぐらいからですか、本格的に除染が始まって、今日実は私もすごく雪が降る中、渡りの方まで久々に行ってみたんですけれども、本当に今日はねすごい雪だったのでとっても大変だったんですが、あれですね、除染はこの雪の中でも黙々と続けられていて、そして久々に行ってみると、もうすでにこうブルーシートで除染の済んだお宅というのが、あちこちに見られてということで、今2時3時 の、 除染エリアの除染をされていて、福島市の説明では今2月1日の発表で1200個同時にこう並行的に除染をしているということで、本当にあちこちで除染をしているんですけど、そうは言っても終了済みが今市内全体で4000個ということで、安倍さんのご自宅はまだ、菅野さんのところはまだまだですね。私の自宅は一番そうですね、エリア的に言うと阿武隈川という川の方に近い方なので、最終の除染のエリアになってくるかと思います。いつ始まるかも今のところ明確になるかなと。本来だと今年度末までに確か渡りは全エリアっていうのが最初の、当初計画ではあったんですけど、まだそのいつになるかっていうのも分からないような感じなんですかね。そうですね、計画は当然あるんだと思うんですけども、当然渡りのとある方に先日お話を伺ったんですが、そこのお宅はもう除染が終わってるんですね、
でそのある程度の規定の数字まで下げるっていうのが除染ですから、ところが除染後に再測定してみると、その除染後に測った数字と違う数字が出ちゃうんですね。あ、一旦除染して、はい、測りながらやってると。で今日見たところもものすごい細かく測りながら除染してたんですよね、はい、で、1箇所 0.6 っていうところがあって高いなって言って0.2 掘ってですね、そこはもう大掛かりの除染だったので、もうショベルカーで掘って、でこうどんどん掘って 0.2 ぐらいまでいったら嬉しいなっていうので、まあ次にっていう感じだったんですけど、あれやっぱり測って一応こうこれだけ減りましたっていうことで OK になってるんですが、それを終えた後にまた話しますか。それに、まあ、今日もそうだと思うんですけども、ご存知の方はご存知かと思いますが、ベータ線という、まあ、線が出てますけども、これは水やその雪なんかで遮蔽してしまうんですね。で当然高圧洗浄、あと今日みたいな雪の降ってるような濡れた日なんかだと当然線量が低く出るんです。でそのとある住民の方が、まあ、それをよくご存じで、で、まあ、翌日晴れた日に線量を測り直したら、その業者さんが測定したものよりもはるかに高い数字が出たと。でその方は福島市の方に連絡を取って再除染をするということになったらしいです。ああなるほど。で、まあ、こういう天気の悪い日に、まあ、除染してその場で、まあ、例えば高圧洗浄をやったりとかして濡れてるようなところで、まあ、計測しても実際にはだから値が正しくないというか、晴れてみると状態が変わってしまうっていうことですね。上がるっていうよりはそもそもそういう状態だっていうことなわけですね。そうですね。で以前その報道関係でよく流れてましたけれども、つい最近かもしれませんけども、手抜き除染っていう、はいはい、水を流してしまうとかやって、よく報道で出てましたが、それは国直轄のその除染に対してはその通りですけども、はい、その渡りで行われる除染に対しては国直轄ではないわけですから、その高圧洗浄で流した水はそのまま速攻へですよね。いやそうで、私もですね、あれ法律を根本的に見直したりとかいろいろルール見たんですけど、本来だと直轄地じゃないところも同じじゃないといけないやり方としてははずなんですけど、私も確かに最初からですね、水流しっぱなしというかまさにダダ漏れ状態で、ジャージャーですよね。でまあいわゆる周辺エリアの例えば防護っていうかね、例えば子どもが通らないようにとか、そういうことがこうしっかりされてるかっていうと、別にコーンもあんまり立ってないので、今日も私たちそばまで行って撮影してましたけども、そういう意味では本当に日常の中に大掃除が入ってるみたいな、ちょっとそういう感じで、そのニュースってなんだろうなって、確かにここにいると皆さんなんていうふうに捉えてるんですか。いや あんなのは向こう前からそうだよって、手抜き除染なんていうのはもう最初からそうだよということは皆さん口にしますよね。で、まあ、除染に関してはあともう一つ驚いたのが、やはり去年の暮れかな、やっぱり渡り地区でちょっと除染されている作業員の方とお話しさせてもらったんですけども、除染が始まった当初っていうのは1件あたりの平均作業日数が 4.3 日だったはずなんですよ。うん、そうですね、うん、はい。で現状は今2日間ということで、短いですね、はい、そんなに短縮してしまってるんですかねというお話でした。ちょっと私もね、今日はちゃんと確認できなくて、でも去年の春先に除染している方々にお話を聞いた時とかは、だいたいやっぱり4日から、もしかしたらもうちょっと長くかかることもあるって言ってたんですけれども、じゃかなり短縮しているという、うん、まあ、お家の敷地の広さとかそういったのも影響はあるんだとは思うんですけども、その特に印象深かったのは、作業員の方がノルマという言葉をひっきり出しに使うんですよ。もういついつまでにここのノルマをこなさなくちゃいけないと、うん、で実際除染っていうのはそのはっきり言えばやってみないと何しかかるか分かんないじゃないですか。そうですよね。でそのある程度の数字までは下がったとしても、僕らは限りなくゼロにしてほしいんですね。でその行政サイドはその1回1回じゃ終わりませんよと、またやりますよと言ってますけども、渡り地区約6000数百戸あるのかな、住宅が。その6000数百やるのに一体どのぐらいの時間が今要しているのかと、
で福島全域これをやったとなったら一体何十年先にまた渡りに戻ってくるのか、二巡目が来るのですね。まあ、二巡目はないと考えてますけども、だから一回にしっかりやっていただきたい、一回やるときにしっかりやっていただきたいと思います。私は去年の6月に聞いた話なんですけど、6月っていうと、まあ、始まってまだ3ヶ月ぐらいだったんですけれども、その時はおかしなことにその現場の方々はいや予算的にだんだん渋くなってるというようなことを言っていて、まあ人も集まらないという中で、その人件費的な問題も含めてですね、その現場には相当しわ寄せというか、相当潤沢に予算を取って、そのこの除染のまあなんていうんですかね、取り組みっていうのは行われているというふうな認識があるんですけども、その割にはその非常にこうノルマを次々に終えていかないと、その十分にその作業員の方もあるいは会社自身も持ちこたえられないっていうような状態にあるっていうのは本当に不可思議ではありますよね。そうですね、一般 の, その土木作業の賃金から見ればはるかに高い賃金体系のはずなんですよね。まあ、一時期これも問題になったはずですけども、それがその作業員の方にきちんと支払われてないっていうのも随分問題になりましたね。これやはりその作業員の方々は善意で来てくれてる方も多いので、やっぱりその善意は無にするわけにはいかないと思ってます。ただやっぱりそれをその除染の構図っていうのがやっぱりちょっと不思議だなと思う時があるんですけども、私本業でちょっと建築関係の仕事してるんですが、建築でも土木ともおそらく同じようなところだと思うんですが、工事をするものを作るっていうものに対しては設計施工管理というシステムがあるんですね、ところが施工者と管理者が一緒なんですよ、確かに。なので結局自分たちがじゃあ今ここに本がありますけども、これが今20ページありますよ、でも本当は19ページでなくても19ページしかなくても20ページで通せば通っちゃうんですね。だからやっぱり今後女性に関してはその市民オンブズマン的なその市民サイドでも管理できるようなその体制を取っていかないと、どん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 手抜きが進んでいくんじゃないかと思いますね。まあ、実際に本当に市の方とかも何にもというかかなり把握がされてなくて、例えばまあ変な話、今日みたいな日があってどのぐらいのところが例えば雪の日にお休みしているのかとか、あるいはそのどういうエリアで何をしているのかというのも実際にいろいろバラバラだから把握できないというような、そのお任せというかかなりそういった状態で実際のところが行政側も把握してないのかなっていうのがありますよね。そうですね、以前福島市、瀬戸市長ですけども、ちょっとお話しする機会がありまして、でその時やはりスピードを求められているという言葉を使ってましたね。それも確かに分からんではないんです。で私個人もよくその福島市の、他のエリアの方に渡りばっかりずるいという言葉を何度か言われたことがあるんですけども、確かに渡りというのはそれなりにこう、メディアにも出ちゃって有名になったせいもあって、その何でももう真っ先に着手する場所になってしまいましたね。でだけども線量の高い子が他にもありますから、その方たちは待ってても待っててもいつ除染の順番が回ってくるのかわからないと、でそういったことでちょっと何回か、ね、ずるいっていう言葉を投げかけられたことがあります。今他の地域の子どもたちっていう話が出てましたけれども、今実際にですね、この先ほど出た避難勧奨地点が難しいと、そして除染一本で行くっていうような政策が決まって、菅野さんたちはその最初は渡りポカポカプロジェクト、土湯ポカポカプロジェクトという名前で、一時的にですね、避難というか保養をするようなプログラム、あるいは、福島市全体にそれを広げて のプロジェクトなどにも取り組まれて、最終的には一つはだから市のやってる除染というのをある程度頼らざるを得ないところがある一方で、自分たち のいろんなリソースを使ってもう国に頼らずに自分たちで一時的に保養するっていうような取り組みをされているんですけども、こうしたそのプロジェクトを通していろんなお子さんとかご家族に会われるかと思うんですけども、
まあ、プロジェクト1年ぐらいやってらっしゃると思うんですけども、ね、この間の、まあ、取り組みの中で感じることっていうのはどういうことなんでしょうか。やはりそのプロジェクトをやることによって一番私が感じていることっていうのは、その今福島市内で、まあ、子どもたちが外遊びをするのが非常に不自由な状況になってます。でそれは子どもたちは遊びたい気持ちはいっぱいあるんだと思います。でもやはり親御さんの方が外遊びをさせたくないという気持ちが非常に強いんだと思うんですね。で今は土温泉というところで線量が非常に低いんですが、福島市の中でもでそこに親子で行ってもらうことによってまず親御さんが放射線から解放されると、で安心すると、でそれが子どもに、まあ、自然的に伝わっていくんですね。で子どもたちがこうどこでも自由にのびのび遊ぶんですよ。でやっぱり本来子どもっていうのはその自由にのびのび、まあ、元気に遊ぶっていうのが子ども本来の姿だと思うんですね。その本来の姿が見れるっていうことに対して私はそのプロジェクトをもう1年ぐらい他のグループいろんな団体に協力も得てますけどもやってますが、本当にこのプロジェクトやってよかったなと、ただそのもっともっと多くの方を受け入れていきたいんですけども、まあ、いろんな問題もありまして、まあ、ある程度限定せざるを得ないというのも実情です。まあ、今その週末単位でねそういう、まあ、子どもたちの遊ぶ場、まあ、リラックスしたりする場を持っていても、でも実際菅野さんご自身は今その中学生のお嬢さんと小学生の息子さんがいらして、はい、なかなかこうご自身はなんか参加できないというようなことを先ほどおっしゃってましたけれども、はい、やっぱりこう家庭の事情によってそういうの参加できない方も多いのかなと思って、菅野さんご自身はやっぱりなかなか難しいという実情なんですか。そうですね、私も、まあ、営業職という立場から、まあ、週末が仕事のメインになってくるものですから、これを毎週休んでということになるともう職業仕事そのものがなくなってしまうという状況に陥ってしまいますね。でまあ、なかなかこう逆に今の冬期間の場合ですと妻だけですとちょっと山に車で行くことがちょっとなかなか厳しいと、そのためになかなかこう行くことがかなわないというのはちょっと悔しい限りですね。なるほど。まあ、ただ先日も他の団体の方とちょっとお話したときにその方も接客業の方なんですよ、うん、でやはり週末行けないっていうことはおっしゃってたので逆に次の課題はそこかなと今考えてます。子どもたち自身というかね、例えばお嬢さん息子さん今、まあ、事故から2年ぐらい経つわけですけれども、はい、今どんなことを考えてらっしゃるか親でも子どもでも別に東京に住んでても分からないかもしれないんですが、はい、別に全国子どもの考えてることが必ずしも分かるかどうかというとそれもね、はっきりとは言えませんけれども、うん、でも実際こう接して日常生活でね何かこう気になる点とかあるいは普段感じることっていうのはありますか。まあ、こういうことを考えてるんだとか。そうですね、まあ、今は普通の生活してる分には特に変化ないように見受けられるんですけども、うち中学1年生の娘と小学校4年生の息子がいるんですが、その放射能に対してのトラウマっていうものでしょうかね、そういったものはもうあるのかなと。トラウマ、まあ、そうですね、まあ、2ヶ月ぐらい前のお話ですけども、うん、やはりうちの娘が私は福島県外には行かないから安心してねって言われたんですけども、やはり理由は県外の人にはお嫁さんにもらってもらえないということを未だに言うんですよ。でもそれ以外は普段は全く普通の生活してます娘は。で息子に関しても、まあ、以前普通はこうお部屋の真ん中あたりに寝てるんですけども、その窓際で寝ようとした日があったんですね、うん、ちょっといろんな事情がありまして、うん、そしたらパパってここ放射線大丈夫っていう言葉が本当に僕に投げかけてきましたね。ですので普段何事もなければ普通の生活なんですけども、もう子どもたちはもう放射線っていうものをきちんと頭の中にで理解 してるのかなって感じてます。窓際だとやっぱりちょっと高いかなっていうふうにこう直感的にこう反応してしまうっていうのが小学4年生でもあるっていうことですよね。そうですね、
でまして恥ずかしながらうちの息子は普段ゲームばっかりやってるそんな子なので、はい、その子からそういう発言があったことはもう親としては非常にショックだったかなと。かえって本戦のことなんか気にしないでいてくれた方が親としては良かったかなっていう気持ちもあります。でもきっとそんなに口にしないお子さんでも大なり小なりやっぱりこうどこかにこう頭のどこかにはやっぱりこうなんていうかあるっていう感じなんですかね。まあそうでしょうね。今はもう口にする子たちも少なくなってきたとは思うんですけども、それでもやはりその渡り、まあ、福島市多くそうですけども、いまだにその子どもたちが以前のように外で元気に遊ぶ姿っていうのはそんなに多くは見られないですよね。で外で遊べないっていうのを理由に家に引きこもってこのゲームをやってるっていうのが、まあ、多くの家庭で行われている子どもたちの姿じゃないかなと思いますね。実際ねどこのご家庭に行ってもみんなゲーム率が高くて特に男の子は ね、これ目悪くなるんじゃないかしらというふうに思いますけれども、本当にそういう生活になってしまったのかなとありますよね。率直なところ、例えばね2年経って、はい、もちろんその定量被爆、まあ、低線量被爆というのは万発性というふうに言われていて、はい、何かこう今すぐ何かが見えるっていうことはないと思うんですけど、普段その気になるようなことっていうのはまだ菅野さん自身はないんでしょうか。その広い意味でですね、例えばお子さんなりあるいは地域の中でちょっと気になるなっていうようなことっていうのはまだそれはないんですかね。そうですね、目に見えて何かが変化してきてるっていうのはちょっと今感じられないところではあるんですけども、うん、だから私自身もそのめまいが増えたとかっていうのはあるんですけども、それがその放射線の問題なのか、そのただの疲労なのかっていうのは私はそれは分かんないです。で、やっぱりその微妙な変化ってある方もいらっしゃるんでしょうけども、それをオープンにできるような変化でもないんじゃないかなと思うんですね。じゃあ、今の風潮としては、まあ、福島渡りだけではないですけども、まあ、復興っていうことですね。まあ、そこにもう県を挙げて取り組んでますね。で、それが逆にその中で、いや放射線の影響でこうちょっと具合が悪いんですっていうことがタブーになってき始めてると。で本当は言いたいんだけど、でもそれを言うと、まあ、何か言われてしまうんじゃないかという恐怖心があって皆さん、まあ、口を閉ざし始めてるという状況だと思うんですね。閉ざし始めてるというのは以前よりもよりもともとそんなにオープンにっていうか、そういうふうにこう積極的に発言される方が多い、まあ、なんていうかこうコミュニティ地域じゃなかったと思うんですけども、さらにということなんでしょうか。そうですね、それはさらにだと思います。で、なんでしょうね、以前、まあ、もっとその私たちのような発言をする方がたくさんいたんですけども、その発言をする方々は、まあ、かなりの数避難しちゃってますよね。あ、発言する人から順にこう避難されてると。そうですねなるほど。で、まあ、長いものには巻かれろっていう言葉ありますけども、まさに今そういった状況になりつつあって、でその巻かれるのはいいんですけども、その確実に安全であれば巻かれていいと思うんですけども、その安全だという保証はどこにもないんですよ。でその安全だという確固たる保証がないのに、なぜそこに巻かれなくちゃいけないのかと思うのは僕の考え方ですね。だからこそいろんな人の力を借りて今でもこうやって活動を続けてますけども、僕はおそらくおじいちゃんになる頃だとは思うんですけども、まあこういったことをやってきてよかったと思う日が必ず来るんじゃないかなとは思ってます。やっぱりここにまあとどまるという形で生活をまあ今選ばれていて、まあ、その中で最大限できることをやって言うことを言うっていうのが今まあやっていかなきゃいけないスタンスっていう捉え方なんですかね。そうですね、やはりまあこれ僕自分自身が言うのおかしいんですけども、まあ、誰かがいなければその誰かの求心力になっていかないと、その発言したい人も発言できなくなっちゃう関係ますます大きくなってくると思うんですね。だからこそうちも本当にメンバー本当に限りなく少なくなってますけども、一時期は会の方を、まあ、解散しようかっていうことも考えた。あ、そうなんですか。時期ありました。いつ頃になるんですか。去年のまあ夏ぐらいですかね。で私個人としても仕事の方も本業も忙しくなってしまって、なかなかその正直メール一つ打つのも大変な
時期があったんですけども、ただやはりそのここまで頑張ってきて、で渡里という名前がついてるわけですから、でこの会を潰すっていうことは、なくしてしまうっていうことは、あのその子供たちに対する裏切りなんじゃないかなっていうのも思うんですね。でこんなちっぽけな僕らですけども、僕らを当てにして頼ってくれる人もいるわけですから、まあ、そうやって頼ってくれる人たちだけにでも、なんとかその、まあ、頼られる立場で言い続けたいなと思ってます、はい、じゃあまあね、仲間の何人かはこう避難されたりとかいうことで、もう2年間のうちに相当活動の内容とかメンバーも変わってということで、はい、形は変わってきているけども、これからもやはり継続して取り組んでいくというか。そうですね、まあ、いろいろこう形っては変化するものですけども、まあ、変化する中で逆に今はそのいろんな団体の方で、いろんなこう小さな団体もいくつもあるんですけども、やはりその実際に会ってお話ししてみると、やはり同じような状況で、その皆さん外に出ていってしまって活動する人がいないと、で今後どうしていいっていうか分かんないっていうお話しされる方結構いらっしゃるんですね、だから逆にそういった中で手をつないでいって、まあ、一つに団結していくっていうんですかね、まとめ上げていく必要性はあるんじゃないかって今は強く感じています。これからの活動として、はい、まあ、どういうことを一番取り組んでいきたいというか考えていきたいというふうに今は思ってらっしゃるんでしょうか。ですね、まあ、これはいろいろ賛否あるかと思うんですけども、今そのなんでしょうね、ごめんなさい、頭からポッと抜けちゃったDNA の検査っていうこと、まあ、DNA の損傷率っていうのかな、そういった検査ができるっていうお話をちょっと今伺ってます。でこれでどれほど効果があるか私も分かんないんですけども、まあ、この辺もしもその損傷率でその子どもたちの体の状態が分かるんであれば、それをまあなんとか多くの方にそういった検査を受けさせるような活動できないかなっていうことは考えてます、で、まあ、さらに言うんであれば今のポカポカプロジェクトというものをやってますけども、また形を変えながら新たな方向でチャレンジしていきたいなと。形変えるっていうのは簡単な言い方ですけども、今では単純にその温泉に避難してもらって保養に行ってもらってたっていうだけなんですけども、もうポカポカプロジェクトも始めて1年が経ちましたんで、今度は子どもたち外に出て行って何かを得てきてほしいなと、こうちょっと成長してほしいなっていう思いがあって、今そのいろんな、まあ、いろんな方々と連携を今模索をしている段階ですね。ああ、なるほど。だから一番最初、先ほどおっしゃってた通りに、まあ、本当一時的にこう線量の低いところに行って、まあ、ほっとしてリラックスして、まあ、のびのび遊ぶっていうところから一歩、まあ、積極的に外に出て、まあ、教育的にも得るものがあるみたいな、そういう、まあ、次のやり方もあるかなっていうところまで見えてきたということなんですかね。そうですね、やはりその、まあ、自分たちも、まあ、いつまでも被害者というのはおかしい言い方になるかもしれませんけど もう逃げてばっかりいれないんですよね、で逆にそのさっきも言いましたけど、子どもたちが遊ばない、外で遊ばないゲームばっかりしてるっていうのも非常に強く危惧していて、だからせっかくそのいろんな全国の方々が手を差し伸べていただいてるんですから、やっぱりもっともっとこう成長させてあげたいなと、逆に、まあ、逆に言うなら田舎の方に避難をしてもらう、避難と保養に出てもらったら、じゃあ土をいじってきてほしいと。僕らの子供の頃は土いじれば、ね、なんでしょうね、ミミズが出てきたりモグラが出てきたりと、で田んぼに行けば土壌がいたりとか、でも今の子供たちはそういった環境を体験したことがないんですよ。もう図鑑や映像でしか見たことがないんです。でもそれを実際にそういったものに触れるだけでも、彼女とか彼らにとっては非常にいい体験だなと。だから今だからこそその体験ができるチャンスのような気もしてます、逆にこれを、まあ、チャンスに変えてというか、まあ、厳しい状況だけれども、せっかくそういういろんな、まあ、人とのつながりがある中でそういうこともできるかなという感じなんでしょうかね、はい、そうですね、それを一番、まあ、最近感じたのが去年の夏ですけども、ポカポカプロジェクト一環として南房総の方に子どもたちを送り出したことがあるんですが、
私は現地同行してないんですけども、帰りの新幹線の出迎えに行ったんですよ。だからもう疲れてぐったりして帰ってくるんだろうなって思ってたんですが、その真っ黒に日焼けした子供たちが本当元気いっぱいにこうニコニコして帰ってくるんですね。でその姿を見て、でどれだけ充実したものだったかっていうのがもう手に取るように分かったんです。こういった活動をしているんであれば、もっとその子どもたちの笑顔を増やしてあげれる活動につなげていければなっては今は非常に強く感じています。なるほど、やっぱり正直ですね、そこら辺は顔に出るというか子どもたちの表情にね、やっぱりそういう意味ではこれからもその地域の子どもたちを見守って、はい、まあ、今もう福島エリア全体になっているかもしれないんですけれども、そのポカプロ の対象者はでもまあ引き続きそういうものを続けていくと。そうですね。だから時たま子供たちの同級生なんかもポカプロを参加してくれるんですけど、ポカプロのおじちゃんだって言われるんですそうなんですね、はい、たまに言われるんですポカプロのおじちゃんってすごいですね。まあ嬉しいかなと思いますね。だからでやっぱり渡り地区の子供たちなんかも多く参加するんで、やっぱ顔見知りもいるんですよね。でも知ってる子たちがやっぱり参加すればそれだけ新規感もあるのは事実なので、でもまあこれはどんな親御さんでも一緒ですけども、まず自分の子供が一番可愛いっていうのはこれはまあほとんどの、ね、特殊な親御さんじゃない限りはそうだと思います、でも自分の子供も大事ですけども、そのまあそっちにたくさんいる子供たちの笑顔っていうものはまあ何よりも大事かなって思いますね。で白石さんにお話したことあるかどうか忘れましたけども、まあ、ちょっと恥ずかしい話ですけども、僕は若い時結構スタンダー生活聞いてます、してまして、はい、結構そのまあダークな世界っていうのかね、そういうちょっとこと相当荒れてらしたというのは、はい、そうですね、聞きました、はい、だから非常にすさんで、まあ、すさんでたことがありまして、うん、とてもこの今のいいお父さんの姿が想像つかないような大変な青春時代を歩んでらしたというのはね、1年以上前にちょっとお聞きしたんですけど、でもやはりその自分の子供が生まれて、で僕は男性なのでお腹にいたわけじゃないわけですから、生まれて最初はまだこの猿みたいなものと、でも一緒に生活して、で子供たちがパパと呼んでくるようになり、うん、でその頃からですよね、これほどかけがえのないものはないと思い始めたのは、だから今でもその気持ちは全く変わってないので、だから多くの親御さんが同じ気持ちだと思うんですね。でも僕らみたいに活動できる親御さんって少ないと思うんです。だから代わりに僕らが代わりにその活動をしてあげれればいいんじゃないかなっていうと、そんな僕は本当そんな単純な気持ちでやってますよね今ね。なんかでも時々こうあれじゃないですか、そのまあすごくこうなんていうのかな、発信してこうまあ孤独になるとか、あるいはすごいプレッシャーになるとか、あるいはそのなんていうんですかね、孤立するとか、なんかこうまあこういうムードなだけにちょっとそういうことがあるっていうことはないですか、ご自身自身があんまりそういうの気にしない。いや実は結構僕は気にし屋さんなところがありまして、周りもものすごく気にしてます。で今まで活動を続ける中で周りのメンバーがほとんどいなくなったりとか、まあ、孤独感に苛まれてこう燃え尽き症候群って言ったらいいんでしょうか、もう無気力になって、そのパソコン一つ触りたくないっていう時期も確かにあったんです。でもやっぱりその中でその子どもたちとかその親御さんたちと意見を交わすことによって、またこう新たにこう力をもらえるようなこう気持ちになれるんですね。で何でしょうね、こうまあ、正直僕職業間違ったんじゃないかと思う時もあって。そうですか、うん、なんか子ども関係の仕事やれたらいいなって思う時もありますよね。いや、やんちゃな子もね、言うこと聞かない子もたくさんいますけども、でもそのみんなね、やっぱり子どもって素直な子どもみんな素直なん で今こういった方針問題でこう変なひねくれた子どもだから育てたくないなと思ってますね。まあ、早くその県外に本当は避難した方も本当は戻ってきてほしいって山々なんです僕だって。でも今安全確保されてない、ましてや
食べ物なんていうのはその危険が伴うものもあるわけじゃないですか。でこの放送をこう農家さんが見てたらごめんなさいっていうところはあるんですけども、やはりまだちょっと信じきれないところはあるんですね。で、なんでしょうね、うちの妻の実家は、両前町というところで農家やってるんですけども、そのいつもはお米もらって食べてたんですけども、伊達市の両前町ですね。そうですね、飯田と近くですね。で今はその、義理の父と母が、気を使ってくれるんでしょうね。お米買って食べなさいっていうことはよく言われます。僕らだけじゃなくて、おじいちゃんおばあちゃんの世代ですらそれだけ孫たちに対して気を配ってくれてるっていうのはありがたいなって感じますよ。本当にね、今菅野さんとお話をお聞きしながらつくづく本当にね、子どもたち、いや今日もね、高校で渡りの中で高校で雪の中野球してた子どもたちがいるんですね。で私もとっても心配で、しかもめちゃくちゃその時は吹雪いていて、はい、寒い中で野球してて、で私たちが撮ってたらなんか非常にこうピースとかをしてですね喜んでくれて、帰りに本当に私たちの脇を通る時に非常に大きな声で挨拶をして去っていったんですよね。だから本当にそういう意味ではこの子たちがね何もなく元気だといいなっていうことも思うし、本当になんというかそういう伸び伸びしやすい、状況っていうのをいろんな形で提供できるといいなという、本当にね例えば一時的に合宿に県外のどっかにで合宿できるとか含めて、なんか僕たち甲子園行くんだよって笑って言ってましたけどいやそれは無理だと思いながらでもなんかそういうね取材を通じてもこう子どもたちと触れ合いがあるので、本当改めて話を聞きながら本当にそういう気持ちになりましたね。今白石さん合宿っていう話しましたけども、すごくいい発想だと僕も思ってるんです。以前去年かな神戸の方の大学の教授の方とちょっとお話した時に、その我々は何できるんですかっていう質問されたんです。じゃああえて大学関係者であれば、その中高生の子どもたちって勉強があったり部活があったりして動けない子が多いんですね。だったら夏期講習やってくれよと、冬季講習やってくれと、で大学生のお兄さんお姉さんがバッチリ教えるからっていう触れ込みで2週間とかこうカリキュラム組んでくれれば、これは結構親御さんも OK するんじゃないかなと思って。そうですね、なんか札幌ではねすでに中学校3年生向けの2週間ぐらいのなんていうのかな、勉強をするための合宿を されてるみたいなんですけど、やっぱりすごい学力も伸びるみたいで、何せ一人で行くわけですよね、だからすごく自立もする、生活的にも自立して親もいないので、遊ぶ友達も悪もあれにないのでそういう意味ではね、非常になんかそういう体験っていうのもあるのかなっていうふうに思ったりしますけど、そういう意味ではあれですよね、本当になるべく線量の低い、確実に何が安全で安全じゃないっていうのが分かんない中で、なるべくこう安全な場所でいろんな、長時間ね滞在できればいいなというふうに思いますけれども、移住とか避難ができなくても最低限やっぱりそういうものがね、今後本当にきちんと整っていけばなというふうには強く思いますね。そうですね、だからもう本当に形、もう避難保養っていうのはもう旅行ではないので、これは明確に言えるんですが、その福島の中でもその勘違いをしている親御さんもいるの事実です。安く旅行行けると、そうなんですね、ただこれは間違いです。でやっぱり必要としている方に行っていただきたいし、で逆にその、おそらくそういった前者のような考える方はこれを見てないと思いますけども、そのもしも見てたらそういった考えはやめていただきたいと、旅行じゃないんだよと、でその支援してくれている方々がどういった思いで支援してくれているかっていうのも考えながら支援を受けるべきだと思うし、で逆にそのいつの日かこうお礼もしていかないといけないなって思いますよね。これだけ全国の方が支援してくれてるわけですから。で今実はドイツの方でその福島の伊達出身の方、奥さんがいるんですけども、現地に嫁いだ方が、その方々を中心にしてチャリティーコンサートをやってくれるみたいなんですよ。
でその寄付金を集めていただいてぽかぽか堂の方に寄付してくれるというお話なんですけども、一度日本にいらっしゃって私お話しさせてもらったんですけど、本当に海外からあれだけこう心配していただいて、まあ、支援もしていただけるっていうのはすごいありがたいお話だなと思って、だから僕ももうちょっとお金持ちであればはっきり言ってね、うちの娘も小学生時代合唱やってたんで、その子供たちをドイツに連れて行って共同でこうチャリティーコンサートなんかやってみたいなって夢もあります。いやもうそういうふうにできるように、なんかいろんな意味でいいんじゃないですかねちょっとそれもね、そういうことも少しずつね、なんかこう一つの、まあ、これをきっかけになんか新たな、まあ、なんていうかチャレンジっていうか夢っていうかね、うん、まあもうなんか積極的にやらざるを得ないところもあるでしょうから、なんかねそういうのも応援できたらいいですよね。本当にね、みんな以前私の前でもお友達と一緒に歌ってもらったのでやってましたね、本当にそういうこともねできたらいいなというふうに一人一人の顔を思い浮かべながら思ってしまいますけれども今日は菅野さんありがとうございました。本当に久しぶりにゆっくりお話も聞けて、やっぱり2年間というのは長いですね。やっぱりいろいろ状況が変わって、私は去年西武渡りキッズの同じメンバーだった島田さんという、はい、女性がお母さんがいましたけども、京都にちょっと行ってお話も去年聞いてきたんですけど、やっぱそれぞれの選択があって、まあ、それぞれね、それぞれの悩みがあってっていう状況ですから、まあ本当にそういった状況がどうしてもそのなんていうか、今福島の人たちが声に出せないだけでなくて、それ以外の地域の人たちはそういうこうところから徐々にこうなんていうか距離というかね、なかなか情報が入ってこない状態になっているので、今日は本当に改めてお話を聞けてよかったです。ありがとうございました。はい、今日は、菅野義弘さんにお話を伺いました。次回なんですけれども、3月2日、ちょうど311から1週間前になりますけれども、またこの、NGO 共同スペースから、まだゲストは決まってないんですけども、お伝えしたいと思っています。で、この番組はですね、ぜひ、福島内外の、まあ、避難されている方も、それからとどまっていらっしゃる方も、それから、支援されている方、全くそうではない無関係かなと思っていらっしゃる方も含めてですね、いろいろな、まあ、ご意見とか、あるいはリクエストとか、このゲストを呼んでほしいですとか、私が出たいですとか、どんどん寄せていただければと思っています。ウェブサイトの方に、そのいろいろなメールとかツイッターとかのアドレス等載ってますので、ぜひお寄せいただければと思います。では今日は菅野さんありがとうございました。ありがとうございました。